はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの UX1 と X シリーズの、ね、一番小型のタイプになりますけどね、これが人気なんですよ。結構中古でしか手に入りませんからね。新品ではもうこの X シリーズというのは作っておりませんので、結構人気ですね。結構ね、寒いんですここ今、まあ、真冬12月ですけどね、ホカロンを用意して頑張ってます。はい、ということで、UX1、ご覧くださいね。小型ですよ、ちっちゃいピアノですよ、ね、普通の、まあ、形的には普通のピアノですけどね。はい、ちっちゃいのにこうね、トーンエスケープという音が前に抜けるこういう装置がねついております。 UX1、 はい、中の状態ざーっとお見せしますね。ハンマーの状態も、普通よりもちょっと弾いてたかなってぐらいですね。まあ、この程度だったら全然大丈夫ですね。ちゃんと復活させますから大丈夫ですよ。はい、じゃあ音を低音から聞いてください。お、さっき撮影したもう同じモデル UX1 は柔らかい音でしたけど、これすごいですね。ガンガン鳴りますね。狂ってる、音は狂ってますね。ちょっとハーモニーは無理かな、ね。同じモデルでもこれだけ音が違うっていうのは面白いですね。まあ、置いてた環境とか弾いてた状態とか、いろんな要因がありますけどね。まあ、ハンマーの状態も、あと木材ですから生き物ですからね、ある程度一台一台少し音色が変わります。ちょっと曲弾くのは苦しいかな。これ聞いてください、ちっちゃいピアノなのにですね。やめときます。耳が悪くなってはいけませんので、皆さん調律しましょうね。調律ちょっとしないとこうなります。まあ、ピアノを運送するとね、また狂いましたり、いろいろ要因があると思いますけどね。はい、ヤマハの UX1 のご紹介でした。それではさよなら。